皆さんこんにちは、玉巻ゆみです。好評につきかどうかは分かりませんが、たまちゃん食堂第2弾でございます。今回なんですが、この夏暑さに打ち勝つためにぜひ皆さんにおすすめしたいあるメニューをご紹介しますので、最後までご覧ください。それではたまちゃん食堂開店です。たまちゃん食堂ということで、今日皆さんにご紹介したい夏バテ予防になる食材はこちらです。じゃーん、オクラ。今日はあの緑のネットに入ってるやつ2袋買ってきたんですけど、まあ、20本ぐらい入って200円でした。で、このオクラなんですけど、何が夏バテ予防になるかっていうと、栄養ムチン、ペクチンというようなネバネバ成分になるこの栄養がですね、胃の粘膜を保護してくれて消化を助けてくれる整腸作用がすごくあるんですよね。そんなオクラなんですけど、よーく見てみると、というかまあ触るとわかるんですけど、チクチクとね、あの産毛があるんですよね。たくさん産毛があるほど鮮度がいいという証拠だそうです。まあ、このね、食べる時にこの産毛が気になるから、やっぱりこう塩で板ずりとかして処理する人が多いと思います。でもこの産毛はあのアブラムシとかから自らを守るためにこうびっしり生えているそうですよ。どれが新鮮かなって見極めるポイントは、産毛がしっかり生えているかどうかで。そんなオクラなんですけれども、もったいないポイントがどこか。オクラってシャキシャキしてる食感が美味しいんですけど、あの柔らかく食べられるように沸騰したお湯でちょっと湯がきますよね。なんですけど、何がもったいないか。先ほどお伝えしたネバネバの成分、ペクチンやムチンですね、が水溶性なので、お湯や水に溶け出てしまうんですよね。実は夏場に採れる旬のオクラって結構意外と柔らかいんですよ。湯がかなくてもシャキシャキ食感で食べられるぐらい、旬のオクラは柔らかいので、皆さんこの夏は湯がかないでください。もったいないので。ではここからですね、本題のシャキシャキオクラのキーマカレー作っていきたいと思います。全体の塩を振って、本当にね、茹でなくていいっていうだけでめちゃくちゃありがたいんですよね。もうさ、夏のキッチンって暑いじゃないですか。極力ね、火は使いたくないんですよ。よし、じゃあ入っていくぞ。そういえば前回水なすのジューシー餃子を作った時にね、あの私こうやって料理しながら「アレクサ20かけて」とか言うんですよって言ったじゃないですか。アマゾンミュージックでこうやって反応するんですよ。シャッフル再生します。アレクサ止めて。はい、止まりました。これを前回 YouTube でそのシーンが流れたと思うんですけど、これね、アナウンサー室長が家で YouTube をご覧になってくださったみたいで、玉巻の声で「うちのアレクサが反応したわ」って言って言ってくれました。すごいですね、アレクサ頭いいですよね。さあ、ここからなんですけど、オクラはまあ湯がかずそのまま生で使うんですが、あえて、まあ、1センチぐらいの大きさで作っていきます。その方がシャキシャキ食感が残ってくれます。なのでまあ、どういう料理方法なのかによってこのね、刻む大きさは変えていただくと。よいしょ、めちゃくちゃお腹鳴った。私ね、本当によくお腹が鳴るんですよ。本当にあのもったいないレストランのロケ中もね、何回も乗っちゃうよ。恥ずかしい、家でも鳴っちゃいました。
トマト、トマトはざく切りにします。オクラのネバネバがくるくるくる、そんなんいらんねんです。ざく切り、ざく切りってこんなもんだ。でも鍋で潰していくのでほんと適当でいいです。2分の1玉ねぎをみじん切りにします。あ、お腹鳴る、お腹鳴った、恥ずかしい。いや違うんですよ、朝ごはん食べたんですけどフルーツしか食べなかったんですよ。いやこれ絶対使われるな。はい、みじん切りできました。さあいい感じにお野菜準備できました。彩りもいいですね。トマトもオクラも夏野菜でこんな感じです。さあもうねお野菜が切れたらもうこっちのもんです。では調味料合わせていきます。ケチャップが大さじ4、これね私がよく使ってる調理器具便利なんですよ。混ぜ混ぜ、これがもうソースです。あとはねもうガンガン焼いていくだけ。ここまで準備したらもうあとは本当に楽ちんです。ちょっとね、どうでもいいことなんですけど、見ていただけます？これ、これ、これわかります？これね、こっちで見てもらおうか。あのフライパンの中の様子を皆さんに見ていただくために、こんな風に頑張ってつけてみました。これ実はあのうちの夫が頑張ってつけてくれました。ああでもない、こうでもない、言いながら一番綺麗に撮れるのはこれだということで、はい、頑張りました。てなわけで焼いていきます。よし、焼くぞ焼くぞ。まずフライパンに油を入れます。にんにく、生姜、これ熱々のフライパンに入れると飛んじゃいますから、ちょっと火をつける前に火をつけます。うん、ちょっと香りが出てきたのでここで玉ねぎを入れます。あーいい香り、にんにく、生姜。カレーってやっぱ煮込み料理なので夏場暑いんですけど、キーマカレーを本当にねこうやって刻んでますしね、具材もパパッとできるから夏に向いてますよね。あーいい香り、うん、ちょっとしんなりと透き通ってきましたね。こうなったら合いびきミンチを入れていきます。 400g ドカーン、ドカーン。全体に塩コショウします。はい、全体にちょっと色が変わってきたので、ここで登場するのがカレールーではなくてこのカレーパウダーです。ルーだとちょっとやっぱり煮込むのね時間がかかるんですけど、このカレーパウダーだと本当に時短になりますね。大さじ、あ、どうした、あ、飲めなかったことで、やばい。まあ大さじ 2、3 は目安で、まあ好みですよ。はい。あーやっぱりカレー粉入れると一気にいい匂い、食欲そそる。
でもいい感じ。さあここにですよ、トマトを入れます。ドーン。でこのトマトはちょっとトマトのねジューシーさも生かしたいので潰しながらやるのがポイントです。さっきの合わせ調味料を入れていきます。ドバー。ちょっと煮込んでる間に今日もこの取材農家から少しお話ししましょう。私が取材したファーム岡吉さんなんですけど、京丹後にあるんですよ、京都のね。で京丹後って海がとても近いので、で埋め立て地が多いんですって。そうすると畑の砂がね、土じゃなくて海岸の砂なんですって。砂だとこう保水性が少ないので、お水をやってもやってもこうどんどん水はけが良くて逃げていっちゃう、水も栄養も流れていってしまうので、岡田さんの畑ではホースで水もやるしスプリンクラーも使ってしっかり水を与えるようにしてるんですって。でね、あと放送ではカットされちゃったんですけど、見てください、岡田さんの畑ではホース、スプリンクラーの二刀流で育てていますということで、大谷翔平ですねって言ったんですけど、まあ物の見事にカットされてしまいましたそんなこともしょっちゅうです。うん、いい感じにちょっと水分が抜けてトマトもね、崩れていい感じですね。そうなりましたら最後の最後にオクラの登場です。あんまり最初から煮込むと影も形もなくなっちゃうので、最後にちょっと食感を生かすという意味でカラッと煮込みます。ちょっとこれこの映像で伝わるかな、オクラを入れた瞬間にこの粘り気でね、サラサラだったカレーのこのなんていうの、液体がとろみを帯びてきたんですよ。ちょっとまとまりが良くなってません？サラサラだったのにとろっとし始めましたね。好みにもよると思うんですけど、レシピではこういう調合なんですが、私はちょっと蜂蜜をカレーに入れるのが好きなので少し加えてアレンジしてみます。蜂蜜を加えるとちょっとコクが増すんですよねちなみにね、私のキッチンの隣にテレビがあるんですけど、今ちょうど山崎京香アナウンサーがニュースを読み出しました。あのたまちゃん食堂でたまちゃんポイントって出てくる絵があるじゃないですか。これ実は山崎アナウンサーに頼んで描いてもらったんですよ。彼女イラストがすごく上手くて、福島アナの iPad を借りて玉巻さん描きましたよって言ってくれました。なんかすごいいい感じに描いてくれてありがとう。いや、これいいんじゃないですか。はい、これで完成です。ちょっとね、オクラもいい感じに若干煮込まれて、これね、完成です。さあ、では完成ということで盛り付けます。ここ大事なところですよね。たっぷりのせます。うわー、美味しそう。見て、オクラがいっぱい。難しい。あ、でさ、ここが大事だよね。卵を混ぜます。いきますよ、せーの、バラーン。ちょっと場所が、あ、割れちゃった。大事なところ。あ、でもなんか結果美味しそう。ということで無事に完成しました。シャキシャキオクラのキーマカレーです。ちょっとまだ湯気も張ってる状態ですが、じゃあいただきます。うーん、
うわ、おいしい。ジェガジさんだけど、めちゃくちゃおいしくできてる。最後にオクラ入れましたけど、程よくシャキシャキと食感が残っています。で、オクラの粘り気がこのカレー全体に移って、片栗粉入れたみたいにトロットロなんですよ。キーマカレーなんだけどトロトロ。進む。今回もオクラのキーマカレー大成功でした。いや、全国民におすすめしたい。本当にこの夏皆さんやってみてください。